アメリカ海兵隊のリクルートトレーニングの様子ブートキャンプとはアメリカ合衆国で新兵訓練施設を意味する交互表現である。展示でアメリカ軍の新兵に対して行われる教育・訓練プログラム自体を指すようになり、さらには軍隊式トレーニング全般を意味するようになった。ブートとは俗語で新兵を意味する。ブートキャンプとは交互表現の一つであり、 正式にはそれぞれ陸軍ではベーシックコンバットトレーニング空軍ではベーシックミリタリートレーニング海兵隊及び海軍ではリクルートトレーニング沿岸警備隊ではベーシックトレーニングと呼んでいるビリー・ブランクスは DVD の中で18歳ぐらいの新兵が6週間特別訓練をする等と説明しているアメリカ式の新兵訓練を一般向けにアレンジした運動 体操やダイエット用のプログラムをもとに実際に訓練所の教官を務めた者などが指導を行う施設がアメリカ国内にはいくつか存在しそれらの施設がブートキャンプを名乗る場合があるまたそのエクササイズ内容を DVD 等の映像メディアに収録販売する場合にも商品名にブートキャンプの名を冠するものがある特にビリー・ブランクスが考案した 短期集中型エクササイズを収録した DVD ビリーズブートキャンプは日本でもその2005年版に字幕を付けて販売され楽天市場において2007年総合年間ランキング1位を獲得するなどのヒット商品となった軍隊式トレーニングとは関係のない不良少年の構成施設、新人研修や初心者向けトレーニングプログラムなどにも フートキャンプの名を冠する場合がある。ありがとうございます。